ひなほの神散歩。今日の小町さん、よろしくお願いします。はい、小町です。よろしくお願いします。今週はその土地ならではの美味しいものが食べられる道の駅を紹介していきたいと思います。はい、お願いします。伊方町にある佐田岬花花さんです。来ました、花花さん。はい、これ食べました。生しらす丼。生しらす丼食べたんですね。はい、めっちゃ美味しくて、はい、しらすに目覚めました。ここで今回紹介させていただいているのがしらすマグロ三色丼を紹介してます。これは食べたことないです。本当ですか。はい、これがですね、釜揚げしらすと生しらす、そう、半分半分で食べれるんですよね。そうなんです。プラスマグロの脂というか、うまみも感じられる丼になってます。贅沢だ。はい、イケスがあって、その中で伊勢海老が生きてるまま売られていたりとか。すごい。はい、このちりめん佃煮とかお土産もたくさん売ってます。続きまして、中山町の道の駅中山さんです。おお、そばが有名なのか。あ、そうなんです。中山って聞くと中山栗、そうですよね。はい、あの一番最初に思い浮かぶと思うんですけど、うん、はい、そばもすごく人気というか有名で、はい、はい、こちらはですね、自分でそばが打てます。え、すごい。はい、このこねてる写真のやつですか。あ、そうです。すごい。こねこねてっていうところでそば打ち体験ができますので。できるかな。私もやったことあるんですけど、結構難しいです。難しいですよね。難しい。切るのとかやばそう。私、パン工房モンタナさんっていうパン屋さんも敷地内にあるので。このパンもすごい見たことないというか、どういうパンなんだろう。ラウンドパンって言って、こう円柱のようになってるパンなんですけど。続きまして、松山市の道の駅風早の里ふわりさんです。あ、ふわりさんはすごい海を見によく行くんですけど、うん、これは初めて見たかも。夜泣きラーメン4月から始めていて、道の駅がこう閉まった後にラーメン屋さんになるっていう、ちょっと絶対大繁盛じゃないですか。味はですね、塩と醤油の2種類、ちぢれ麺とストレート麺から選べて、昭和の屋台ラーメンを彷彿とさせる、ちょっとこう優しい感じのスープと麺が楽しめます。このタイおにぎりも食べれるんですか。うん、そうなんです。タイおにぎりもぜひ一緒に注文していただきたいです。もちろん、あの昼間に行ったら通常のふわりさんが楽しめるので、ね、はい、三直を。お店あるんですよ、ふわりさん。以上、今日の小町さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ひなほの神散歩、また来週。